SDGs、 それは2030年までに達成すべき世界共通の目標。今回紹介するのは、誰もが音楽を楽しめる社会を目指す取り組みです。大津町を走る1台の軽トラック、鍵盤がデザインされたこの車、実は移動式のピアノ教室なんです。先生が生徒の自宅を訪問し、車に積まれた電子ピアノを使ってレッスンするというものです。この全国でも珍しい移動式ピアノ教室を始めたのは、大津町を拠点に活動する原文香さん。始めた理由について。生徒さん の安心安全を考えて、やっぱ小学校が終わってから、それからピアノのレッスン時間になるので、やっぱり冬とかは暗くなるのが早いから、こっちから出向いていった方がいいかなと思って始めました。防犯上の理由はもちろん、さまざまな理由で教室に通えない子どもたちのために、原さんはキッチンカーなどを手掛ける会社に依頼して、軽トラックをピアノルームに改造。電子ピアノを乗せ、冷暖房も完備した移動式のピアノ教室を作りました。3人の子供を持つ原さん、もともと准看護師として働きながら演奏活動を行っていましたが、3年前に一念発起して病院を退職。ピアノ講師の資格を取り、音楽の楽しさを届ける活動を始めました。自分が5歳からピアノを始めたんですけど、保育園の卒園アルバムにもピアノの先生になりたいって書き残してて、もう年も40になったし、なんか自分で新しいことをチャレンジしたいなって。原さんは病院での経験からシニアのための脳トレピアノの手法も学び、誰もが音楽に親しめる環境づくりに力を入れています。さて、この日は夕方から子どもたちのレッスンへ。原です。はい、こんにちは。駐車スペースと電源があれば、どこでもピアノ教室に早変わり。すぐにレッスン開始です。車の中で弾く新しいスタイルのピアノ教室、その感想は。集中できるし、すぐ家が近くだから、忘れ物とかあったらすぐ取り替えれるから、とても便利。ものすごく助かってます。もうやっぱりうち子供が3人いるので、他の子たちを置いて送迎をしないといけないので、やっぱそこがないっていうのがすごくメリットだし、その間にご飯とかですね、お家のこともできるっていうのもすごく助かってます。これまでの形式にとらわれない自由な発想から生まれた移動式ピアノ教室。原さんは一人でも多くの人にピアノの魅力を知ってもらい、音楽を奏でる喜びを味わってほしいと話します。もう気軽に音楽を楽しんでもらいたいっていうのがあります。もう老若男女問わず、特にシニアさんとか。移動教室は私だけなので、今熊本にもっともっと、広げていけたらと思います。誰もが音楽を楽しめる社会を目指して、原文香さんの未来への形です。